はい、皆さんこんにちは、ワネリグルビージです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイの続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、長宗我部軍と畿内の勢力争いを繰り広げていたというところなんですが、まあ、一旦和睦をしてですね、畿内での勢力を伸ばしたというところまでプレイをしたと思います。で、今回はその続きになるんですが、長宗我部軍はですね、西へ西へと勢力を広げているので、まあ、確かに畿内では一部の城を取ったんですが、厳しい状態はこの後も続くのかなという印象があります。で、今回はその続きになるんですが、まあ、絶対に畿内をまずは抑えるというところを目標にね、やっていきたいと思います。で、長宗我部軍はね、この間も西へ西へとおそらく九州を平らげる勢いだと思うので、これにね、負けずに、それ以上のスピードを持って、長宗我部を食っていけばいいかなというふうに思っています。では早速、もう時間を進めていっていますが、このままプレイを続けていきましょう。で、すでに前回取った城への武将の配属と歩兵は終わっています。なので、開戦まで、再び長宗我部と、海戦に及ぶまでの期間は例によってひたすらに鉄砲と軍馬を買い漁っていきましょう。なるほど。これにて表情を終わります。鷹の目入れますか。部隊の視界拡大大大は嬉しいので入れましょう。で、その他は、まあいいかな。まあ朝廷はお金はもう余っているので、今までだと朝廷の使者が来たら来たで邪魔くさかったんですが、今となっては朝廷の使者が来てくれる分には問題ないのでいいでしょう。さあ、ではこんなもので時間を進めていきましょう。まあ長宗我部軍の勢い止まらないよな、本当に。どっかで誰かが止めなきゃいけないんだけど。本当に今回の大使は長宗我部がかなり強化されているイメージがありますよね。あとは信長の野望大使ではないんですけど、戦国列伝の方で昔やった明智光秀の本願寺、本能寺ですね。これもね、ちょっと来年、再来年かな、再来年の大河が明智光秀で決定したと、麒麟が来るだったかな、そういうテーマ、題名だったと思うんですけど、明智光秀にフィーチャーされるということは、本能寺リベンジやりたいですね。一応、この後、信長の野望関連のプレイ、予定で言うと、まあ、乱世紀は引き続きプレイをするにして、大使はですね、この後、予定しているのは、幕末の維新志士たちを、投入したプレーをしていきたいなと思っていたんですが、場合によっては本当に明智光秀リベンジということで戦国立志伝の方に一旦立ち戻りもありかなというふうには思ってます。このあたりはちょっとツイッターとかでね、いろいろ皆さんのご意見などもいただきながら決めていければいいかなとは思ってるんですが、ちょっと今回のターンでは予定していないんですけども、近々で一度武将をね、特に優秀な武将をまた最前線へ送り込むための配属の変換を行っていく必要もあるかなというふうには思ってますね。先月の収支です。表情始めるとしましょう。お、信長と星野正幸が光ってるな。双雲は光ってなくても両方で強いっていうね。
よく考えたな。これにて表情を終わります。まあ、どうしてもね軍事系を優先して入れていきたいなという思いはあるんで軍事系を採用しちゃいましたが、まあ、軍馬は今買っていってるのでこの軍馬購入費用減少は嬉しいので入れていきましょう。まあ、竜蔵寺軍 VS 長宗我部軍に関して言うと竜蔵寺に勝ち目は全くないな。どっかで一発竜蔵寺がね逆転勝利を収めない限りこの長宗我部の進撃を止めることはできなそうですね。長宗我部が神前を申し出てるけどこれは拒否だね。この後すぐにでも改善しますからね。先月の終始です。今直江兼続が長宗我部の使者としてやってきたということはもう再び宣戦布告ができる状態にはなってるはずなので、そうですね、長宗我部に対して宣戦布告をしていきましょう。またねどこで改善していくかっていうのはかなり重要なファクターになってくるのでそこはしっかり見極めながらプレーをしていきましょう。出陣するぞ。じゃあちょっと部隊をね再編して数がそれなりにいるところから部隊を派遣して。これで6万ぐらいの軍勢、5万4千ですね、の軍勢にしたので、これで3つの部隊を同時に動かしていきましょう。まずは機内を完全に勢力圏内に収めるというところからですね。兄信之との同盟が切れたのか、ここはじゃあ、まあ、今更兵糧外交が必要な状況ではないんですが、そっちに無駄に労力を割くのは嫌なのでここは同盟を結んでおきましょう。無難に残すな。じゃあまずはライレンの方なんですが、各城に張り付いたのでここは力攻めにして城をまずは確保していきましょう。毛利元就軍が来てますが、ここはこちらの方が先に陣を取っているので普通にやれば勝てるでしょうと。うん、負けるか。ちょっと待ってね、なんで負けた。石山ごぼうの方なんだけど展開できる戦力が大きかったのかな。いやー、ちょっと無駄に使っちゃったな。
摂斎の軍5万4千を失ったのか、いきなり。式山は取ったね。で、筒井城もこのままいけば普通には取れるはずなので、あとはこの毛利元就8万の軍勢とどう対するかなんですが、よし、筒井城も取ったね。兄信之との同盟はそのまま24ヶ月締結します。なんで摂斎負けたかだな。雷連と旗野軍もしくは毛利軍ですが、ここは本当に勝てるはず。信長軍はというと、そしたら御坊へと進みましょう。で、ちょっと軍を失ったので、待って、ここも雷連負けるか、なんかちょっといろいろおかしいな。そうすると軍を急いで起こさないとまずいな。どうする。高谷城に向けて軍3万5千、ちょっと数少ないよな。で、高槻に対しても軍を、さてどこを狙うかだな。まずは御坊に軍を集結させるか。いや、ちょっとな、雷連10万がいきなり消失したのは痛すぎるだろう。せっかく取った筒井城が危ないね。報告いたします。本当に雷連が負けた理由がちょっとわからないな。先月の終始です。表情始めるとしましょう。よく考えたな。これにて表情を終わります。じゃあ早速御用商人抜擢、これ鉄砲の購入費用が減少するので入れていきたいと思います。いやー、筒井城が落ちるか。これ筒井城に軍勢間に合わないよね、きっと。今から筒井に派遣しても、御坊はぜひとも取りたい拠点なので、まあ筒井城はいいよね、取られたで。問題は信長だけど、信長力攻めにして御坊を取りましょう。まずは乱世が望む俺の天界、いやー、だいぶ軍勢が動いてるな、各で。
引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。敵将、信長が討ち取った。信長の軍勢の数がだいぶ減ってきてるな。これ御坊をなんとか守りきらなきゃいけないので、御坊に対して軍勢を派遣していきましょう。これだけだと節制の3万だと数が足りないな。節制の数を増やしたいので、数が増やせるところから増やしていきましょう。多少伸びたとしても数が欲しいけど、だいぶ変わるなこれ。59日になっちゃうんだよな。まあ約2ヶ月後ですね。だから取り囲め。でね、ちょっとお伝えし忘れていたんですけど、ちょうど今マンションの大規模修繕工事が始まってまして、工事音がね、もしかしたら今も入っちゃってるかもしれないんですが、お聞き苦しい点があるかなと思うんですけど、ちょっとご容赦をいただきたいなと思います。これがね1年半ぐらいかかるらしいんで、その間ちょっとだいぶ皆さんにストレスがかかっちゃうかなと思うんですが、さてここで一旦兵糧が補給されるね。報告いたします。先月の収支です。高屋城はそしたら家康によって力攻めにしちゃいましょう。で、筒井城は取りたいんだよな。ただ御坊にいる信長は動かせないので、そうなると雷連だな。どこがやられた？ああ、家康がやられたんだな。行くぞ。そしたら筒井城をまずは取りましょう。小早川隆景の8万か。これ邪魔くさいな。まあ、ここは初段だな。長宗我部一門衆ですからね。高槻城に集結している軍勢だな。そうすると、まあ、お国ちゃんを殺しちゃうのはもったいないけどな。お国ちゃんも柳生十兵衛ももったいないけど、敵側にいるのはそれはそれで邪魔くさいので死んでもらいましょう。で、鈴木貞夫、これを、サンダーユーですね。どうしても貞夫って呼んじゃうんですけど、これ岸和田城に派遣していきましょう。岸和田をこれの軍勢でダッシュできるかっていうと、なんとかなりそうかな。小早川隆景軍が迫ってるとはいえ、報告いたします。こちらに陣がある以上は、しかも展開できる軍勢の数を考えれば、自ら指揮を取らなくても十分に勝機はあるかなと思います。これで入れられるものとしては利官が入れられますね。もう鉄砲と軍馬買うの忘れちゃったけど、まあまだまだ余裕はあるので大丈夫でしょう。御坊が危ないの？
まあ、信長軍がね散りましたけど、お、川尻秀長か。ここは入れておきましょう。で、ライレンをどうする。機内はほぼほぼ制圧したとはいえ、雑賀を取ろう。で、雪村はのちせ山に派遣する。で、さらに軍を起こそう。まあ、ある程度余裕があるので、時間的には遠方からでもいいので、まとまった軍を動員しましょう。今これね、ちょっと両軍入り乱れてはいますけど、チャンスはチャンスなんですよね。なので切磋も動かそう。これで完全に機内はほぼほぼ制圧できたんじゃないかなと思うので、岸和田は鈴木サンダーユーの軍勢で制圧しちゃおう。力攻めですね。で、さっき忘れちゃいましたので、忘れないうちに軍馬と鉄砲です。ありがとうございました。機内での勢力は完全にこちらが勝ってはきたな。お、足利義明を捕獲したな。じゃあ死んでもらいましょう。死ぬというのか。いざ参ろう。我に続け。負けるか。雪村の方が先に着陣していたはずなんですけどね、勝てなかったか。まあ、どっかでやっぱり自ら作戦指揮を取らなきゃいけない時が来るのかもしれないですね。まだ命は惜しい。お、元就がこちらに来るか。これは本当に大きいですね。で、いやー、天狗久行は下らないか。まあ、しょうがないね。死んでもらいましょう。まあ、統率91は惜しいですけどね。あとは五右衛門もいますね。石川五右衛門。これも死んでもらいます。もうこっからは本当に長宗我部をいかに削っていくかになりますからね。無念だ。で、ライレンはしばらく雑賀に投入させましょう。で、そろそろというところなんですけど、一旦長宗我部と和睦を結びにかかりましょう。また勢力を広げては和睦が解けたら勢力を広げるっていうね、この繰り返しで長宗我部を削っていきます。
戦いは有利に進んでるんで。おっと、長宗我部はこちらと交渉の余地がないか。しょうがないね。敵が交渉に乗らないのであれば徹底的にやるしかないので、徹底的にやって長宗我部側が観念するまで兵を進め続けましょう。でそうなるとちょっと兵が足りないので、有岡城あたりに兵を集結させます。でさらに岸和田あたりにも兵を集結させましょう。さてここは勝ち目がないと言われちゃうか。お味方が捕らえられました。矢上城は取れなかったわけですね。まだ果てるわけにはいかぬのでな。よし、ここは手取り城を取ったので節斎の軍は一旦は解放しましょう。大膳とかももったいないけどな、しょうがないですね。無念。城へ戻る。そしたら一旦兵の集結が終わったタイミングで時間を止めて、武将の配属ですね、機内一円取りましたので、そのあたりの武将の配属とかをやっていきましょうか。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。いやこれでもすごいですよね。信長、信玄、家康、ちょっと何も確認しないので一応ここも見ますが、これ本当にすごいですね。これにて表情を終わります。ちょっとこの後四国に渡海することを考えると、総戦術は入れておきます。まあ、100% の勝ちっていう感じではないですけど、まあ大体7割方の勝率というか、その場所を取っていってるっていう意味ではほぼほぼ目論見通りに戦いは進んでいってるっていう感じはしますけどね。できればね、この上杉勢が能登半島を攻撃してくれたりすると、なんかね、より押してるぞっていう感じもするんですけどね。待て、信長が有岡城に集結が終わりましたね。家康軍も集結が終わりましたと。なのでこの後はまた軍事行動に出られますね。報告いたします。先月の収支です。はい、ではこの後はですね、中国地方進出のために、丹波方面に兵を進めていきたいと思います。では一旦ここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。